なんとか中盤ぐらいまで来たんですかね。来ましたね。どうですか萩原さん、調子の方は。楽勝ですよ今回。結構汗だくのように見えますけど、どうですか。一つ言えることは臭い。最終体調の方がよろしいですか。最終問題が発生。じゃあ山頂向かってもうちょっと頑張りましょう。はい、やっぱりね、僕が一つ言いたいのは、皆さん、サイトを検索する際に、もう飲むねは初心者に最適ですという文言は、決して信じないでくださいね。嘘ですか。あんなも嘘ですからね。皆さん、騙されない。丸太階段200段、ご注意ください、この上。結構来ます、来ますよ。
よしさんもうゴール、ゴール、やりました。人間のまま頂上成功、やりました、やりました。ということですね、はいはい、今日はちょっと景色も見えるね。おこぎ山も見えるらしいですね。谷川岳、うん、それがどこになるのかはちょっとこの辺なのかな。まずまずの見晴らし、から下ります。これもうね、20分で下っちゃう。下っ行ってみましょう。よし、いいところ。見客ですな。降りてきました。川俣バス。川俣だよね、これ多分ね。うん、ね。3.1 キロ。まあでももう1キロは下ったことになるから。早いですね。調子いいっすな。でも結構調ですね。あと多分5分ぐらいで降りる。迷ったけど、なんとかなりますかね。もうね、降りてけば何かしらに着くと思います。迷ってしまいました。降り口が登山道なくなりましたね。道に迷ったまま降りております。大丈夫なんでしょうか。かなりの急です。あまあ。やっと登山道戻れました。スイートあと一本なかったっす。帰還しました。ああ、これ登山届か。